はい、クラフンクです。いや、あの大好評のうちに幕を閉じました、はい、思い出スポール選手権盛り上がりましたね。盛り上がった盛り上がったよ、あれは盛り上がったね。確かに初めて持つ重さだったな。もうなんかそのネガティブなことじゃないっていういや、であれをずっと使えって言われたらどうですか。ちょっと俺には無理ですねだってこれ、そのこれ持ったらお前もう浮いてるんだよ、羽のような軽さですよいやということで、はい、次の、はい、選手権を開催したいと思います。選手権いいね、楽しいね。選手権楽しい、選手権楽しい。次の選手権は何でしょうか。次の選手権は、はい、地味編選手権です。地味編選手権、やっぱ地味編人気あるよね。あ、そうだ、地味編、はい、地味編選手権ということで、で内容は、はい、何でもいいから、はい、地味編に近い、はい、地味編に似せたもの、はい、をこうアピールしてほしいみたいな。動画でもいいし、動画で地味編の演奏でもいい、演奏でもいい、写真で地味編のエフェクターでもいい、エフェクターでもいい、ギターでもいい、格好とかもいい、格好でもいい、僕が一番楽しみにしてるの顔ですね。いやー地味編の表情、弾いてる表情とかだったら最高にいいけどね。あ、いいですね。あ、それいいですね、うん、動きとか、ね、動きとかね、うんうん、地味編の動きを、はい、あと顔とかもね、顔だとすげえいいよね。そうなのっていう感じ。ここでちょっと一花咲かせるんだよ、地味編のまで。まあだからそうね、ファズとかでもいいしね。あ、そうですね、うん、自分のギターを地味編チューンしてますとかでもいいし、うん、地味編の真似とか見たいな、動きとか、まあ、そっちだろうな、あ、動きも見たいし顔も見たいな。黒く塗ってあるやつはいいよね。いい、うん、これに靴下は参戦してくるのかっていうのも俺の中で結構。靴下はどうなんだろうね。靴下あたりはでもあれじゃない、コレクションとか出してくるんじゃない。つまんねえな。つまんねえよな。靴下&明太子はちょっと気合い入れてやってもらわないと。明太子マンでしょ。靴下&明太子って呼ぼうかな。まだ一回も会ったことないのに、もうなんか弟分みたいなね。もうそういうノリじゃないなと思ったから、もう返信も全部なんかタメ口みたいな。まあいいんじゃない。そこは靴下頑張れよみたいな。ちょっと靴下&明太子ちょっと頑張ってほしいな。まあねー、まあ地味編好きを公言してるぐらいなんで。そうですね、この顔ですね。うわー顔最高だよね。まあでもなかなか明太子な唇してるけど。明太子の唇してますね。顔見てなくてもさ、一生懸命真似してるのよ、うん、だから思い出スポール選手権の方がお手軽じゃないかもしれないからな。え、思い出スポール選手権は写真を送るだけじゃん、うん、地味編選手権は、地味編選手権はまあ写真送るだけでもいいんだけど、うん、でもそう考えるとあれだよね、デジャバイブの人かなり熱いよね。かなり熱いよ。でもデジャバイブ、まあデジャバイブの人は地味編なの、わかんない。でも、うん、でもユニバイブの持ってこられたら、うん、あれだもんね、圧勝されちゃうもんな。そうだね、うん、商品、いやだから商品はやっぱ、はい、やっぱ顔出しまでしてくれるんだったら、うん、はい、やっぱ それなりのね、はい、心意気感じますんで、はい、これですね。あ、ありました、もう一応特製ファズ、ああのシリコンの、シリコンのあの使いやすいファズ、はい、これはいいでしょ。これいいです。これ3万5000ですからね。これはかなり気合入れてくれるんじゃない。使いやすいファズ、めちゃめちゃいいファズですよ。これがグランプリ、グランプリ、これすげえ、これすごい、これはすごい、これ今ね、心意気を感じた。まあそれはでもさ、心意気を感じるやつじゃないとやっぱダメだけど。え、じゃあ該当者の人やれるの。まあわかんないけど。今回商品はこれはすごいでしょ。ファイヤーファンクの扱いやすいファズ、やっぱすごいいいですね。これはいいですよ。これいいですね、使いやすい、ほんと使いやすいです。演奏でもいい、写真でもいい、動画で動きでもいい、多分何かが地味編、乗り移ってるのみたいな。乗り移ってるのみたいな、これ感じるよね。感じる。そして商品はホイヤファンクの特製ファズ、ファズ、こちらを差し上げたいと思います。グランプリの方には盛り上がってほしいな。盛り上がってほしいな。じゃあまたあのツイッターで、そうですね、はい、ツイッターであの
募集が始まりますんで、はい、まあ、また2、3週間ぐらいかね。そうですね、うん、今からすぐ準備してますそうだね、これからドンキにアフロを回復してるかもしれないよ。上げて弾いてる時もいいし、うん、ボリューム手元で下げてちょっとクランチさせてる、ね、クランチっぽいサウンドもめちゃめちゃいいっすね。これが心意気で手に入る。これは俺はコーチ側としても結構はい買ってますよ、ね、はい、そうですね、地面選手権ってことで、うん、地面選手権ってことで、はい、すげえな、どんなの来るんだろうまああんま想像しない方がいいかもね。そうですね、はい、では皆さん、ご応募お待ちしております。ファイアファンクでした。